赤ホテル&リゾート新潟駅前踊り。朝食は和食と洋食両方食べた。ゆきひょうの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。ダイジェスト。アッパホテル&リゾート新潟駅前大通りは新潟駅から徒歩5分のところにあります。1階にフロント、レストラン、コンビニエンスストアがあります。近くに別のアパホテルも3軒あるよ。朝食は和食の広新米国と洋食のラクレがあります。予約時に朝食プランから選べます。人工温泉ですが大浴場がついていて半露天風呂もあります。大きなお風呂で疲れが取れました。またプールもありましたが誰も入っていませんでした。夏季だけの影響なのかもしれません。2階にはスポーツジムがありますがエアや靴は持参です。私は靴を忘れてしまったのでスポーツジムは利用できませんでした。エアや靴のレンタルはありません。プールは営業していませんでしたが営業していたとしても丸見えすぎて躊躇します。大浴場は利用しました。部屋は一番狭いシングルの10平方メートル。お風呂は節水なのにゆったり入れる卵型で、シャワーはウルトラファインバブル。ホテルにはバーもありましたが寝てしまいけませんでした。部屋。では部屋に入ります。新潟クーポンをもらいました。カードキーでロック解除して入ります。部屋に入ったらカードボックスにキーを入れないと電気がつきません。右にバストイレ、左にハンガーと大きな鏡があります。鏡の下に部屋用と館内用のスリッパがあります。ベッドの幅は140センチ。ゆったりサイズのシングル。ベッドの下は広い空間でスーツケースなどが置ける仕様。タイプが異なる枕が2つあり、私は柔らかい方で寝ました。マットはちょっと固めでした。このベッドは赤オリジナルのクラウドフィットブランだそうです。あとでオリジナルのバスタブも出てきますが、快適さと合理性を追求してオリジナルのものを作るなんてすごいですね。ベッドサイドには時計のほか各種端子がついていて便利です。コン
ンセントはテーブルの足、テーブルの上にもあります。湯沸かしポットと電話の下に、小さな冷蔵庫。冷蔵庫は左上のスイッチで電源オンです。引き出しの中にお茶セットやドライヤーが入っています。パジャマは冷蔵庫の上にありました。残念ながらセパレートタイプではない浴衣風タイプ。しかし丈も長く透けないしっかりした素材なので、このまま大浴場に行くのには差し支えありませんでした。上に羽織る丹前もありました。社長の顔写真付きの水ペットボトルもありました。お風呂は3点ユニットバスです。今はウォシュレットが当たり前ですね。バスタオルとフェイスタオルが1枚ずつ。大浴場に行く場合は部屋のタオルを持っていきます。こちらの大きいビニールバッグは大浴場に行く時のものです。シャワーはウルトラファインバブルで顔や頭皮に良さそう。バスタブの形が卵型ですが赤オリジナルです。バスマットには赤の紋章です。アメニティは最小限。窓からの眺望は隣のビルでした。2泊して部屋のクリーニング不要の場合、アメニティセットが翌朝ドアにかけられています。中身はこちら。パジャマ、タオル類、コットン、お茶セットと紙コップ。さまざまな情報はテレビモニタで確認できます。映画も見られますが、3本しか選択肢がありませんでした。そのため、普通にテレビを見ていました。和朝食。和朝食は、1階の広新米国です。土鍋炊きの熱々が食べられます。ご飯は新潟の代表的な銘柄魚沼産コシヒカリです。
食。2日目は洋食にしました。洋食ですが、お蕎麦があったり煮物があったりでした。和朝食のレストランと内容はあまり変わりないのかもしれません。土鍋炊きのご飯とお刺身はありませんでした。でもネギトロはあったので、この日は和食レストランでもネギトロだったのかもしれません。もし次回食べる機会があれば、土鍋炊きご飯のある和食にすると思います。ありがとうございました。また見に来てください。またね。